こんにちは、金子です。今回はファイルや画像とかを複数選択するテクニックを紹介していきます。このようにですね、ファイルがいっぱいある時に移動したりとかするとき、まあ、結構大変だと思うんですねで。その時に複数選択する方法っていうのが、 何通りかありますので、それを紹介しておきます。これを覚えておくとですね、今までの作業がめちゃくちゃ楽になるので、これぜひ覚えておきましょう。そしたらやっていきます。まずですね、まあ普通に移動させるときはクリックを一つして、例えばこの新しいフォルダ6ですね。ここにですね、こうやって、ポッとやると、まあ移動ができますよね。こんな感じにシュッてやると、まあ移動ができるということです。これは多分こみんなわかると思うんですね。じゃあ移動しますね。で、 複数選択するときですね。まあこれちょっとここら辺をごっそり持っていきたいなというときは、ここの何も書かれてない。も、ま、う、あ、ここだとですね、青くこうなっちゃってるんですね。こ,これだと、ここからここまでがもう全部青くなっちゃうので、こうなってますよね、青く。なので、この書かれてない青くならないところ、この端っこかもしくはこの先頭のこの空いてるところ、ここのところでクリックをしながらこうやると、 ちょっと青い線みたいなのが出てくるんですね。で、これで囲むと、こんな感じですね。ちょっとでも囲っていれば、複数選択ができます。こんな感じですね。こう、ちょっと隙間は狭いんですけど、まあ、この辺でやってあげて、で、こうやってやってあげると、まあ、こんな感じに、もう、と、一気にできます。ただこれ結構みんな使ってる人多いと思うので、ここもですね、こんな感じに、こうやってやると、できます。 じゃあ元に戻してみましょうか。こんな感じに囲ってあげて戻してあげるということですね。じゃあですね、これ、あの、同じところだったらいいんですよ。この範囲内でいいんですけど、この17とか19とか20とかいらないよと、間がいらないよっていう場合結構あると思うんですね。じゃあそういう時に複数選択するとき、じゃあどうやるのかというとですね、コントロールキーを使います。 キーボードで言うと、左下にあるキーですね。コントロール。こちらをクリック。まあ、押しながらですね。押しながら、ここでクリックしましょう。そうするとですね、こう、離れていても、こんな感じですね。わかりますかね。青いところ。これが、離れていても、簡単に選択ができます。で、えっ、ー、と、これを1個だけで大丈夫です。 先頭でもどこでも大丈夫なんで、選んだところの一つをクリックしながら動かしてあげる。そうすると、まあ、その動かした場所にポンと離すと、こうですね。この場所だけが動きます。わかりますかねこれ。ちゃんとこの14とか、14、17、20、24、26、22というふうに、もう離れたところがこう動いているのがわかりますね。これだと、あの、 さっきのやり方だと、こうやって囲むしかなかったんですけど、コントロールキーをこう押しながらクリックをしてあげると、こう離れてる場所でも複数選択が可能ということになります。これめちゃめちゃ便利なので、ぜひ覚えてください。コントロールキーを押すだけですね。あとはクリックするだけでできます。で、もう一つですね、簡単なやり方がありまして、あの何かというと、先ほどこうやって、こうやってやれば、 複数選択できるという話をしたと思います。で、この複数選択なんですけども、例えばこういう余白ちょっと難しかったりとか、あとはなんかちょっとクリックじゃないとなんかやりづらかったりとかする人もいると思うんですね。そんな時に最適なのが、まあ、この数が多かった時とかですね、100個とかいっぱいあった時にこうやると大変なので、まずここの10からじゃあ30まで。 ここを全部一気に持ってきたいなというときは、まず先頭の一つをクリックします。先頭の一つクリックですね。普通のクリックしてあげると、まあ選択されますよね。で、そこからそこまでなので30までやりたかったら30のところを、これはシフトを押しながらクリックします。さっきコントロールキーだったんですけど、シフトですね。シフトキーを押しながらクリック。そうすると、そこからそこまで一気に全部選択できるんですね。これめちゃくちゃ便利なので使いましょう。 えっと、10のところをまず普通にクリックして、シフトを押しながら30のところでクリックという風にすると、そこからそこまでを持っていけるのですごく便利です。で、さっきのやり方でももちろん同じようにできるんですけど、こう数が多いとこうやってこう突き抜けちゃったりとか、あの、50までやりたかったのにこんな感じに51になっちゃったりとかすることがあるので、これだとですね、もう最初ともう最後のこの 基準さえ分かっていれば、シフトを押しながらクリックするだけで簡単にできるということになります。で、コントロールキーを押すと、こうやって外すこともできるんですね、実は。先ほどあの、複数選択ってあったと思うんですけど、コントロールキーを押すと、こう、離れているところもできると。 いうことで、これ離れてるところもできるっていうのは選択だけじゃなくて解除もできます。なので、コントロールキーを押しながらちょっといらないのを後で解除しようかなという感じで解除してあげて、で、この時も同じですね。先頭、まあ、どこでもいいんですけど、まあ、選んだやつを1個選択した状態でドラッグをしてあげる。そうするとですね、今選んだところがごっそり持っていけるということになります。こんな感じですね。 これもやってみましょう。こをクリックしてシフトを押しながらクリック。そしてこれをこっちに移すという感じですね、うん。そうするとですね、簡単にこういう移動ができるようになるので、ファイルとか画像とかよく取り扱う人は絶対このテクニックめちゃめちゃ便利なので、ぜひこの動画で覚えて使ってみてください。特にコントロールキーを使って複数選択する方法だったり、あとシフトキーを使ってですね、 このように、このようにですね、複数選択して、あとはコントロールキーで後から取り除いてあげる方法とか、こういうのもかなり便利なので、これちょっと慣れが必要かなと思うんですけれども、慣れるとすごく便利なので、ぜひ挑戦して使ってみてください。この動画が少しでも参考になったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。こんな感じにパソコンの使えるテクニックとか紹介してますので、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。